ちゃん、ぶっちぎり動画拡散され完全終了だ。偉いじゃ。全員優勝王のヤスコオリンピックに出場し、まさかの予選敗退しちゃった。違約金数億円のフワちゃんに新たな暴言動画がめっちゃ SNS で拡散されています。ご覧あれ。ありがとうございました。マジで何にも知らないでそうやって言ってるやつら、本当にほら考え方改めた方がいいよ。 You guys are watching this fucking TV show。もうインスタライブやめろ。マジギレ怖。もはや最悪の状態のフワコーにこの動画の拡散は痛い。でもこの動画はフワコーがインスタライブでブチギレした様子に見えるけど、ちょっと怪しい。悪質な切り抜きにも見えるし、何に対してブチギレたのか、これがいつの動画なのかが、そこがポイント。なんで調べてみると、なんとこれ2年前の動画で、こちらが本編になります。こいつ事務所のゴリ押しでしょ。はぁ、マジで私事務所入ってないんだけど。何も知らないじゃんお前。何、こっちマジでずっと前からフリーでやって、ほんとフリー芸人の先駆けみたいな感じでやってんのにさ、マジで分かってないの、こういうの言ってくるやつ。マジで何なん、ほんと。だからこそフリーだっていろいろ大変だから、なんかそういう連絡とかも取りやすいように今ホームページも新設したんだけど、ハピネスって感じだから、皆さんぜひアルファちゃんの新ホームページ検索してみてください。ということで以上インスタライブでした。ありがとうございました。マジで何も知らないでそうやって言ってるやつら、ほんとにほら考え方改めた方がいいよ。 You guys are watching this fucking TV show。 もうインスタライブやめろ。そう、よく見て。これってインスタライブを装った YouTube のショート動画であって、題名も放送事故、インスタライブでアンチにブチギレるフワちゃんってなってて、ちゃんと編集もしてるからライブ配信ではないのよね。演出擁護する気はないけど、自らブチギレ演出をショート動画で流したのが一部切り抜かれて今更拡散されてるってこと。悪質だけどオフィシャルの動画なのよね。なのに後半部分を拡散され、その演出がボケツを掘ってオーバーキルとかかわいちょ。ただご丁寧に、マシャフリー芸人のカーディン事務所の走りじゃって言ってるけど、それも間違ってるのよね。フリーの走りは鳥肌実る様よ。残念。しかも SNS とかなかった時代によ。個人事務所なめんな、ふわく。しかもテレビと結託して YouTube を始めた。お主はエセ YouTuber じゃ。結局2億と言われている違約金も個人事務所だから、ダイレクトアタックよ。もう見ちゃおれ。それにしても前回の謝罪文もグダグダで、しかも iPhone で投稿して、誰も誰の言うことも聞かなかった。誰も言ってくれなかった。だから本当の友達もいない。だからあんな謝罪文になっちまった。破天荒の慣れの果てがこれってか。みんな思ってるけど、結局そんなやつが私みたいにちゃんと YouTube を信じないとダメ。テレビスタッフと共謀して迷惑系 YouTuber 演じてテレビ出演ってね。 YouTuber への風評被害もすごいのよ。てかね、この際言っておくが、テレビに出てる人って全員ゴミだからね。新中韓国資本のテレビなんて出てるやつ全員好きなことなんてできないし言えないからね。いつか私はあの日本一のファミリーアニメ、日本一のコメディであるサザエさんを切りたい。あの愛情も友情も家族愛も描けてないゴミみたいな家族アニメを作ってるやつに熱を感じないというか、家族ってこんなにいいんだってことを全く描けてない。誰かが濁してる感じがするんだ。陰謀や被害妄想だと言われてもいいが、私が今サザエさんを作るなら家族一丸となって大きな困難を解決するエピソードをやるね。寒いか。ああ寒いだろうよ。この国の現実がその寒さなんだ。芸能人をいくつか見つかろって持ち上げてたらバカがついてくるんだ。全員偉いさんにこびっこびのダサさ極めた破天荒りのニセラッパーなのでチェキラッチョ。上弱から金集めくるくるやってろ。そしてふわこ、ちゃんと YouTube を一からやろうよ。登録者はオーディエンス常に満員御礼。テレビにビビって更新しないのはそれこそ失礼すぎるだろ。ペカッター。